大前提だと思っています。ですから、その政治家がネットを通じて直接有権者に主張を訴えることができるようになりました。そして今、西田さんは有権者に2つ目のフェイスの危険性を指摘します。有権者は2つのフェイクに置かれていると、そのことをですね、自覚するということがまず求められると思います。1つはフェイクニュース、もう1つは政治家の議事レークや、かっこいいスローガンという、イメージ政治が起きているというふうに考えています。それによって、我々は政治について、ごく表面的な情報しか目にしないままで、なんとなくこの政党がいいんじゃないか、この政治家がいいんじゃないかというような選択を行っている。我々が2つのフェイクに向き合わざるを得ないという状況にあるということを認識して投票に挑むことができればいいんじゃないかと思います。衆院選投票日まであと1週間、私たちは氾濫するネットの情報にどう接すればいいのでしょうか。嘘を嘘と見抜ける力っていうのは大事だと思います。面白いからとか話題性があるからっていうことだけに飛びつかないようにしたいなと思います。お互い無関すぎるのもどうかと思うんですけど、ある程度そういう考えを持った方がいいんじゃないかなと思います。上場上の1980年のニュースピーク